そういえばあれですね、数々のライバーさんがどうやらあれおみくじ引いてくれたようでね、ありがとうございます本当に。でなんかいろんな方がね引いたんですけど、主に海田さん以外から全員から詐欺だって言われてるけど、詐欺じゃないんで本当にあるから大当たりが。でもね、椎名さんも引いてくださってね。あ、そうだ、お賽銭見ようぜ。お賽銭今いくつ溜まったかな。引いた引いたとは聞いてるけど、お賽銭まだ確認してないのよね。こっちが普通のおみくじの方ですね。あー、鉄インゴットね。あ、そこそこ、これダイヤじゃないね。なんだこれ、登録者70億人欲しい博士、博士さんありがてー、どんどん溜まってくぜ。え、これ盗品なの、盗品、何投げてくれてるんだ詐欺だけじゃなくて窃盗神社って言われちゃうよ。よし、あ、入れて、よし、今日はやん、登録者、あ、待って、登録者70億人欲しい、よし、これカランコロン、カランコロン、カランコロン、パンパン、登録者70億人欲しい、よろしくお願いします。なんかシリーさんもおみくじ作ったらしくてな、なんかあるらしいんだよ。ダイヤがないとあかんで、うそやろ、ダイヤ持ってないんだけど。ダイヤないとあかん、ないよそんな。うわー、あ、神社のお賽銭、あれは私のものだからな、あるんじゃないか。神社のものは私のものだ。え、あるかな、入ってるかな、みんなお賽銭入れてる。きたー、一個だけ入っとった、なんか謎のもの入ってない、いっぱい。いただき、拝借、名前がついてる。え、ダイヤブロック、登録者70、博士さんの願い届きたり、いつかなるだろう、いつかなれます。この VTuber を続けていればですけどね。あったあったあった、え、おしゃれな色してる、おしゃれ、怖っ、これこれがあれだ、切り抜きでよく 見るやつだ、ダイヤじゃんこれよく見るやつだ。おー、すげー。最初に何か一つだけ投げ入れ、少し待つとおみくじを授けてくださいます。一粒のダイヤを投げて入れた時だけ機嫌が良くなり、機嫌のおみくじずるすぎだろ。え、ここ取れるじゃん、バチ当たりすぎ、かわいい。へえ、おしゃれだね。なんかいるな。ダイヤ、大名人ですか。賽銭箱。これだよね。ここ？投げる？九。どうか。お金持ち。ああ、来たー、これダイヤ、私博士から盗んで入れた。お願いします、よろしくお願いします。ダブルなんだこれ、シェリー、なんだこれ、ほんと腹立つわ、しょうもな、人から盗んだダイヤ、ダイヤ返して、ダイヤ返せよねえ、シェリンにいじめられたんですけど、ダイヤ返せ、ね、名前ついてるからダイヤ返せ、それでない、ひどいよ、ひどいよ、ちょっと
これ入れてみよう、ゴミ。くちゃくちゃのガム。どうだ？うわー、バレてる。怖いんだけど。怖っ。まただ。小学生かよ。バレとんな、これ。やだよ、こんな汚い配信で終わっちまうよ、これ。悩むしいよ。ルイスさんのこと嘲笑えなくなっちゃうよ。こんなあっちゃダメだよ。こんなあっちゃダメだ。人の名前がついてるやつはもしかしたら誤解があるかもしれない。ふさわしいところに置いておこう。怪盗さん家に行こう。よいしょ。ああ。普段どこ使ってんのなあ。モリアーティアルセーヌだった。モリアーティアルセーヌ、どこにしようかこれ。よいしょ。えい、知ってっから知ってっから。よいしょ。あ、違うわ。ここだったっけ。はい、あれ、よいしょ。いや、ここね、あの切り抜きで見たから。あったあったあった。よいしょ。なんか前々からこういうのあったかなぐらいで置いとこ。よいしょ。ちょ、うちにあるとほんと変な噂立っちゃうから。よいしょ。よし。まあ、多分ルイスさん家には盗品入れもあるんだろうけど、ちょっとパッと見分かんなかったんで、あれ、こんなとこ置いたっけなぐらいで済むでしょう。よいしょよいしょ。荷物整理、荷物整理。なんだこれ。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね。あーあー、ちょ何これ。私こんなん盗んだ、盗んでない気がするわ。盗んでない気がするわと思うわ。何これ、盗んでない気が。証拠隠滅だ。壊せ。急げ。いや、でも待って、今荷物パンパンだ。ちょ待って。急げ。怖い。やばい。あんな家の、あんな、この隠し通路ならともかく家のど真ん中に置いてちゃダメだよ。じゃ、捕まるよ。ちょ待って。まあ、来ないだろう。この二人なら来ないから大丈夫。どうしたんだろう。最近私んちさ、ベルさんも来るし、アルスさんも来るしさ、なんか悪い奴ら、なんか不法侵入、なんか来るな。急げ。壊せ。もう一回見るか。盗品入れで、登録者70億人欲しい博士。なんでダイヤにこの名前がついてるんだ？博士さんの名を語ってはないよね。これは博士さんが自分でやったよね。え、これどこに戻せばいいの？これと、やだな、これ。でもこれはこれで、ちょっと後に使いそうだから置いとくか。後に使いそうだからちょっと置いとこう。どこに置こうかな。盗品入れは、持ってると証拠すぎるので、急いで、ここに。急げ！アルセーヌたちが泣いてる。アルセーヌたち怖かっただろうな。急に泥棒押し入ってきて、盗品入れとか言って置いてんの。怖かっただろうな。このダイヤはどうすればいいんだ？このダイヤは一体、とりあえず入れとくか。ここはそうそう人来れないと思うから、
とりあえずここはここは置いとこ。ここはね、あんま人知らんからね。ちょっとここ罠の回路変えよっかな。探偵が入る。何なんだあいつ、私のリスナーか。何なんだよ。私のリスナーなのか。何でも何でも私の家知ってるじゃないか。博士、シーナ、シェリン、ルイス。シーナさんが盗んでんじゃねえか、一番最初に。クズだなぁ。何してんだよ。ガチクズ神社の流用？あーおい、神社建ててるやつクズしかいねえじゃねえか。なんだよ。なんでお賽銭箱のダイヤをさぁ。お賽銭箱のダイヤ使ってさ、つまりそういうことでしょ。お賽銭箱に入ってたダイヤ使ってここ回したってことでしょ。クズもクズすぎるんよ。でなんだ、今度はここのここの裏運営をしている自称ダイヤ大明神様が、大好きダイヤ大好き大明神様がやったってことやんな。アコギな商売ばっかしやがって。やめろよ。ひどい奴らしかいないな。まあ、でも、まあ、もしかしたらね、ダイヤ大好き大明神様はなんか、シーナさんに入れられちゃっただけだからね。入れてくか。何お願い事しようかな。回り回った盗品のせいで捕まりませんように。あ、かわいい！なんだ？お願い事叶えそうな BGM が！うわ！お？おう。シェリンって書いてあるな。やっぱシェリンの神社じゃないか。最近調子悪いかも、キチ。ダイヤありがとう。ダイヤ大好き大明神です。ここまで出てるんだけど、ちょっと足りないかな。もう一個ダイヤくれたら、ちゃんと占えるかもな。ダイヤ運見えんな。健康運わからんな。恋愛運どうかな。稼ぐことしか考えてない。稼ぐことしか考えてない。ダイヤ！自分でエメラルド手に入れる機構をたくさん作って、ダイヤは人頼みで？なんだと？なんなんだよ！クソみたいな！クソみたいな！神社作りやがって。なんなんだよ！なんもくれねえじゃん！なんもくれねえじゃん！なんなんだよ！当たりあるの？本当に？本当に？もう一個ダイヤくれたらちゃんと占えるかも。やるか。もう一個ダイヤくれたら。もう一回やるか。もう一個くれたらなんかいいの来るかもしんないんだもんね。行くぞ！えい！あ、入らなかった。えい！次こそは頼むで！おう。さてさて。ダイヤ、キチ、あなたは超ラッキー。神社の裏の一つだけ色の違う地面を掘ってみよう。中身を一つどうぞ。ダイヤ運ザックザク。健康運ムッキムキ。モテモテ。神社の裏の一つだけ色の違う地面？神社の裏の一つだけ色の違う地面？これ？これか？これだよな。これ雪だもんね。雪は積もってるだけだよね。一攫千金！おお！え、すごいんじゃないの？でも中身を一つどうぞか。これね。わかりました。こう、助け合いの精神でね。え？これか。これで隠しとけばいいんかな。隠しとこ。隠しとこ。やったー！やった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 ー！元取れたんじゃないの？え、いい神社じゃん。私、ダイヤ大好き大明神、なんか信じられそう。なんか、好きになれそうな神様だわ。いいですね。
いいじゃないですか。ねえ、ねえ、ワンちゃんたち。ねえ、ワンちゃんたちねえ、ねえ。いい神社だなー。なんで勝手に私ここ。